2001年です。今日はですね、10月の17日ということでね、沖縄そばの日になってます。なのでですね、ちょっと今日沖縄そばの話、まあ歴史とかね、今のは僕なんかが、まあ聞いたこととか、おじいおばなんかから聞いたこととかね、ちょっとそういう沖縄そばの話をしたいなと思います。で、まあ今日ね、なんで沖縄そばの日になったかっていうのが、まあ不思議と思うんですよね。語呂も違うしっていうところあるんですけど、まあもともとね、沖縄そばって、まあ戦前からずっと作られてて、沖縄のね、琉球の時から、多分と、アジアの方からね、来たっていう形なんですけど、昔までは、まあ王様とかね、そういう人たちが食べてた料理なんですけど、それがどんどん、まあ庶民の人たちも食べれるようになってきたんですが、その戦後復、戦後ね、日本にね、復帰した、本土復帰ありますよね。その時に、日本の法律になった時にね、公正取引委員会、日本の、から、これ一応、蕎麦って書いてあるけど、蕎麦粉全然使ってんよ、人。だからこれは沖縄風中華蕎麦みたいな形でね、そういう中華麺とかね、そういう風に名称変えなさいと、これ蕎麦って使っちゃダメよっていうのが来たらしいんですよね。で、そしたら、いや、これ困りやすさってなって、沖縄蕎麦って、まあ、食文化だしね、こういうのがあるんで、いや、これダメよって言って、お願いしに行ってね、この、東京に行ってから沖縄の人たちが、この麺のね、組合があって、その人たちが、沖縄からね、東京に行ってからね、それで、ちょっとどうにかね、これはちょっと特例で認めてくれんかとかっていろいろ交渉した結果ね、まあ、限定的に、沖縄で、まあ、扱っていいよっていうのとか、あとはまあ、本場沖縄そばとかね、そういうのを使えば、まあ大丈夫なんじゃないかとか、まあいろいろ出てからね。で、それで、まあ、どんどんね、まあ、緩和されていって、今沖縄そばって普通に使えるようになったっていう時に、流れなんですけど、その一番最初に認められたっていうのが10月17日だから、今日を沖縄そばの日にしましょうねっていうのがね、流れみたいです。だから通常だとなんか、語呂がね、あってからね、なんか蕎麦だったら何があるかなって感じだけどね。まあそういう日付になるんですけど、これはね、結構しっかり、なんかちょっと重みのあるような、歴史のある内容で、10月17日がね、沖縄蕎麦って認められたよっていうことでね、沖縄蕎麦の日になってるっていうことですね。はい。なので結構ね、やっぱ大々的にやってて、まあもね、今日食べに行ったりとかしたんですけど、まあインスタでも載せてるんでね、見てほしいんですけどね。まあ結構ね、行列でした。うん。で、じっぱいってね。で、朝からニュースとかでもやってたりとか、新聞にも大々的に載ってたりとかね。まあ、やっぱ、沖縄そばの日ってなるとね、まあ、ダルバーってなってね、みんなね、食べに行ったりとか、ちょっと見たらね、ジューシーを、サービスしますよとか、っていう形で、沖縄そば屋さんもね、なんか工夫してね、いろいろやってるっていう、結構、まあ、みんなにね、10月17日が馴染みの、ある日じゃないんですけどね、沖縄そばの日。だけど、その沖縄そばの日だよって言われたらやっぱ沖縄そば食べに行くみたいなね、そういうね、沖縄の、まあ、県民独特な、なんか、思いっていうかね、沖縄そばに対してはやっぱ、沖縄の食文化やすさっていうのがね、あるなぁと思いましたね。結構家族とかでもね、いっぱいいたんでね、すごい賑わってました。はい。で、まあ、そんなのもあってね、ちょっと沖縄そばの、まあ、歴史っていうかね、ちょっとまあ、僕が知ってることと、まあ、ちょっと事実っていうか、まあ、そういう、今書かれてること、こんな歴史だったよっていうのと、あとはあったね、おじいとかおばあとか、まあ、親とかからも聞いた内容とかをね、ちょっと話したいなと思うんですけど、まあ、沖縄そばの歴史自体はね、まあさっきもあったんですけど、戦前から一応まあ来てて、400年か500年とかね、そういう時にまあもう入ってきてたみたいなんですけど、まあやってたんですけど、まあこの沖縄そばっていうのって、もともとね、東尋そばとかね、品そばって呼ばれてたんですよね。僕なんかも聞いたことありますけどね、昔、それ一番始まりが、この東尋っていうのが外国人っていう意味で、使われてたみたいなんですけど、まあ多分、東って書いてあるからね、中国系の人なんかじゃないですかね、それでね、那覇市の方で、東尋そばってのやってて、で、それ、そのそばをやってたのが、なんで分かってるかっていうと、その前までっていうのはね、結構資料とかもなくて定かじゃないんですけど、これなんで分かるかっていうと、琉球新報にね、広告出してたみたいなんですよ。1902年かなとかに出してたみたいで、まあ、東尋そばっての出してよっていうのでね、食べに来てくださいみたいな感じの広告出してたんで、それで分かったみたいなんですよね。だから、ここの時に東尋そばっていうのがあったんだなってことで。で、ただここでね、東尋そばで働いてた比嘉さんっていう人が、比嘉さんが、また修行してからね。で、その近くにね、また独立してから作るんですよ。比嘉店ってね、書かれてたんですけど、琉球新報では。でもまあ、こうベーラーそばって言ってね、作って、それがまあ、
まあ何ていうんですか、競合になったわけですよね。この東尋そばとこのベーラーそばっていうので、まあ競争してたという形で、それでまあベーラーそばっていうのがね人気になってから、東尋そばっていうのがちょっとあんまり繁盛しなくなったっていうのがあって、でそのこのベーラーそばっていうのがまあ一番ルーツ、東尋そばからのルーツになって、みんながねすごい注目されるようになったっていうのがあるんですよ。でこの時のそばってね、沖縄そばって醤油だったんでね、ベースが真っ黒だったんですよ。写真もねちょっと載せようかなと思うんですけど、ベーラーそばとかもそうですけど、東尋そばとかもね、そこにまあ本来だったらまあちょっとねネギとか豚肉とかちょっと載せてた東尋そばに卵焼き、今だったらあんまり卵焼きって載せないですよね、沖縄そばって。だけど卵焼きが載ってたんです、ボーンとね。で それとスープは醤油なんで真っ黒のスープだったっていうのがね、昔の沖縄そばです。でそこからどんどんね、まあいろんなお店が出てくる中で、なんかまあ分業したりとかいろいろやった時に、豊屋っていうところが白いスープ、今の透明なね、今と一緒の透明なスープっていうのを作ってからね、その時にみんなびっくりしたらしいんですよ。これどんなやって作ったパーツかね、白い醤油使ってるやりにとかいろいろなったらしいんですけど、実はねこれはね醤油じゃなくて塩を使ったってことでね。でそういうのがあって、まあみんなね醤油薄くしてから、まあ塩になっていったっていうのがあって、今の形になってるんですよね。だからまあそこでねすごい大きな転換があったと。でこれも戦前と戦後なんですよね。やっぱ戦争の時にもう本当にお店とかも全部なくなってしまって、またそこから作り出すっていう時、まあ豊屋とかそういうところがまあなんかいろいろあったみたいなんですけど、その戦前から有名だったところがまたそこから作り始めたんで、まあこれまでのもうやっぱ戦争でね、これまでのお蕎麦屋さんと変わった形になったっていうのがあって、でどんどんそれが広まっていったというような形。まああとはまあ一番ね大きな転換点っていうのが、ソーキそばですよね。今まではそれのまあ例えばかまぼことかそういうのを入れてるのはなんかまあ女性の方が結構多くて、戦争でね旦那さんが亡くなってから自分たちで切り盛りしないといけんってことで蕎麦屋とか始めた人たちいっぱいいたみたいなんですけど、その中でまあかまぼことか入れたりとかね、ちょっと豚肉の切れ目に切り肉入れたりとかしてて出してた沖縄そばに、ガブソカってありますよね、ソーキそばの発祥のお店って言ってね、名古屋にあるんですけど、そこが豚のソーキを乗せたと。そしたらソーキそばって言ってね、沖縄そばじゃなくて、まあ、早期そばっていうのね。で、それで出したっていうのがね、またそこで転換でまたバーッと広まったというような感じですね。で、やっぱここからはね、もう野菜そばやらな、まあ何でもね、ゴーヤーチャンプルーとかね、まあもうこういうふうにチャンプルーで入れていってね、いろんなのを乗せるようになったとは、なったってのはなってるんですけど、一応早期そばがね、一番大きなね、大きな転換点ですよね。で、それでもう今ではね、もうみんなが知ってる、まあ県民食って言っても、もう過言ではないよねっていう感じになってて、もうデイジー食べられてるし、みんな大好きだし、あとはまあ観光客の人たちもね、まあもう沖縄って言ったら沖縄そばだよねっていう感じになってると思います、今ね。で、まあこれがね、まあいろいろなところでまあ見るとそういう風な流れになってるんですけど、僕なんかとかがね、結構聞くと、またおばあはね、まあ都の出身で、とかお母とかね、まあ、那覇の方出身だったりとかする、那覇にいて地元に今のところに来てたりするんですけど、昔はねどっちかっていうと、まあおばあもね都から来て那覇でね商売してたんですけど、どっちかっていうと、まあ、戦後後ですよね、戦後20年とか経ってる時っていうのはどっちかっていうと那覇よりも北部の方がね沖縄そばはデージ盛り上がってたって言うんですよ。まあなんでかって元部にね、今でもそうですけども、元部ってデージ沖縄そば屋さん多いんですね。なんでかって言うとカツオ出しで沖縄そば作るんで、カツオがいっぱい釣れるんですよ、元部港がね。だから、すごいいっぱいね、元部の方で、栄えたと、沖縄そばがね。で、まあ、ガブソカとかもそうですけど、早期そばでやってて、もう沖縄そばのお店っていっぱいあって、で、どちらかって那覇の方でもね、まあ流行ってはいるんですけれども、美味しいのは北部の方が、おいしい沖縄そば屋さんが多くて、でそこからねもっと繁盛するやつだってことで那覇の方にね出店してきたっていうのをねよく聞いてました、僕はね。だから本当にそれがどんくらいだったのかとかっていうのはちょっとねもちろんあれなんですけど、自分なんかのおばあなんかお父なんかのお母とかねの感覚だとそういうイメージなんですよね。だから元部の方とかもう北部の方がデージね盛り上がってて、そこから流れてきたんだよっていうので、でしかも美味しかったっていうことで、なので、まあ今ではね、まあやっぱ老舗って言われるところは確かにね、那覇の方にも
ぱあるんですけれども、どっちかっていうとやっぱあのカツオだし使った元部の方の美味しいお蕎麦屋さん名店とかっていうのも多いのはそういうことかなと思うんですね。うん、なのでまあ元部の方で、まあ、皆さんねあの旅行行った時にね美ら海水族館とか行った時にはね、まあ、あの元部の近くのお蕎麦屋さんとかっていうのは美味しいところでね、まあ、まだねガイドブックとかに載ってたとしてもね、あの載ってなかったとしても多分美味しいとこいっぱいあるんじゃないかなと思います。うん、結構老舗も多いしね、だからぜひね元部の方近く行ったら行ってみてほしいなと思いますね。はい、まあ今日はね沖縄そばの日なんでね、まあちょっといろいろ調べたりもしたし、まあちょっと知ってることも知らなかったこともあったんですけど、結構やっぱ歴史は面白いなと思ってて、そう気のせたのがね今は普通だと思ってたんですけど、多分なんて言うんだろう、あの時だったらまあ革命まで言うんけどね、こんなことするわみたいな感じだったりとかしたと思うし、あとなんかまあ白いスープにね変わった時っていうのは本当にね結構話題になったらしいんですよね。透明なスープになった時にこれどんな作ってるわみたいな感じでねなってたりとかっていうの面白いなと思いますね。うん、でまあ僕なんか時代になると結構お蕎麦屋さん、沖縄蕎麦屋さんっていうのはまあもちろん昼間にも空いてるし美味しいお店ってあるんですけど、結構飲み屋街もね隣とかにあったりとか、こじんまりしたところで本当に簡単な沖縄そば食べれるとか、あとはまあ弁当の沖縄そばがね流行ったりとか、そういうような感じなんですよね。うん、だからまあ名店と呼ばれるところにはもちろん昼間行ったりとかお昼で食べるとかっていう感じなんですけど、まあイメージとしてはね飲んだ後に締めの沖縄そばステーキとかね沖縄そばっていうようなイメージもちょっとあったりしてね、まあそういうまあちょっと世代でもねちょっと違うのかなと思うんでね、まあ沖縄そばぜひね、まあもういっぱい今お店ありますよね、だからねぜひまあいろんなお店ぜひ皆さんも行ってほしいなと思います。はい、で最後にね今まあこういうコロナの状況で今また転換点なんじゃないかっていうのがね今日ちょっと新聞とかにも出てたりとかウェブにもとかね Facebook 見ててもねみんながねなんていうんだろう蕎麦屋さんのところもシェアしてたんで話したいなと思うんですけど、今やっぱりもう店舗に行けないじゃないですか。だから店舗に行けないんで結構ね今もう沖縄そばのキットみたいなのが作られてて、有名なねお店とかでも、まあ、沖縄そばとだしとまあ、ソーキとっていう形で通販始めてるんですよね。だからこれが結構まああとお持ち帰りとかねそういうのを始めてて、なんか結構変わるんじゃないかなっていうのがねあります。っていうのもまたもうそうだけども、沖縄そばねやっぱ美味しいところやっぱお家でも食べたいじゃないですか。だからそういうのが結構広まってくるんじゃないかなっていうのがあって、結構頑張ってねやるよって取り組むよっていう感じでね出てたんでね、ぜひね県外の方々ももしねまあ通販で買ってみたいなって思う人がいたらね、ぜひね調べてほしいなと思います。まあ下の方でもねちょっとこう美味しいとか、まあ食べたことないんでまだわからないですけれども、その記事とかねリンク貼ったりとかしておきますんで、ぜひ探してねお家でも食べてみてほしいなと思います。沖縄感じてますからね。はい、じゃあ今日は以上です。また。